はい、クラゲ電話から星読み講座の水溜座勉強会です。よろしくお願いします。はい、ではまずは水溜座の基礎知識からいきたいと思います。水溜座は、行動12級の11番目のね星座さんですけれども、で、まずね、いつも通りなんですけれども、お空のね、水瓶座の勉強からね、ロスコープだけではなく、やっぱりね、空のことも学んだ方がいいし、まあ満月もそうですけれども、星をね、ちゃんと見る、まあ古来はみんなそうやって星を見て、そしてこのなんていうか計算したりとか、占いに活用したり、まあ今はもうホロスコープっていう画面しか見ない人も多いけれども、空の星っていうのは大事ですのでね。で、秋の夜に見える星座が水瓶座になります。で、最古に作られた古い星座になります。だからなんかまあ、獅子座とかだとね、そうでもなかったけど、水瓶座は昔からあるよって。で、4等星と5等星からできてる暗い星座なので、あんまりこう、肉眼で、あ、これ水瓶座じゃんみたいなことはわからないんですけれども、まあ、探し方のポイントとしたら、三ツ矢って書いてあるんですけど、三ツ矢サイダーのマークと同じ。これ本当にそうらしいんですよ。この三ツ矢っていう、Y の字みたいな感じの、星の並びを見つけていただいて、そこからちょっとこう繋がる。大きいね、星座なんですけど、水瓶座って。そこが、星の水瓶座を探すポイントになるんだけれども、さっき言った暗い星座の集まりなので、やっぱりちょっと全体像を見ようっていうのは難しいかなと思いますので、今星座見るアプリとかもね、あるので、ちょっとこう、お空に掲げてみて、あ、これかなみたいな感じで見ていただくといいかもしれないですけれども、近くにはヤギ座があったりとか、魚座がね、あったりします。では、ここから、ちょっと神話の話もね、入れながらお話しさせていただきたいと思います。まずは古代エジプトからね、ちょっとお話ししていきたいと思うんですけども、古代エジプト文明っていうのは、まあ、紀元前3000年頃から約3000年間ぐらいあった長い文明ですけれども、太陽が獅子座にある時に、まあ、7月頃ですね、ナイル川が氾濫を始めます。で、エジプトっていうのは、夜にライジングする星座をまあ大事にしてるっていうのはこの勉強会でねずっと言ってきましたけれども、水瓶座が日没時にライジングするこの7月だから、水瓶座の満月が起こる時っていうのがまあ7月なんですけれども、まずはですね、ポラリティ、クオリティ、エレメントの話ですね。水瓶座は奇数星座になりますので、まあちょっと男性的な星座ですよね。能動的だったり積極的で気だったり現実的だったりします。で、クオリティは先ほどもお話ししましたけど不動級になりますので、まあ、必要な時にだけ行動するっていう星座さんたちですね。不動級は普段は別に動かない、で必要だなと思った時だけいきなり動くっていうのが不動級ですのでね、安定性とか保持をする力とかがまあ大事な星座になります。なんか面白いのが、不動級の水瓶座とか、不動級のサソリ座のルーラーが、改革を示す天王星と冥王星っていうのがめちゃくちゃ面白くって、不動級を動かすためには、もう本当に人外っていうか、土星以降の天王星とか冥王星とかいう、そういう力がないと、不動級のこのなんかどっしりしたのを動かせないっていう意味だと思うので、いやーなんか不動級ってね、やっぱり、なんだろうな、継続する力とかね、もちろんありますし、すごくこう頼りになる星座さんたちですけれども、この人たちを動かそうと思ったら、さっきもね、天井から壺で水を注ぐよみたいな、そういうね、こうエジプトの神話とかメソポタミアの神話みたいなお話をしたんですけれども、水瓶座っていうのは、まあ、天の視点っていうふうに言われてます。で、まあ、ちょっとわかりやすく、射手座とヤギ座と水瓶座で視点の違いをお話ししようと思います。まずはね、射手座の視点ですね。クオリティとエレメントが異なるインコンジャンクトの世界ですね。不動級の風のエレメントと150度になる星座っていうのは、活動級の水のエレメントのカニ座と、柔軟級の地のエレメントの乙女座になります。でも私は水瓶座をフレンドリーな合理主義って、タイトルつけて、カニ座を仲間思いな人情派で、乙女座を変幻自在なサポーターってつけました。で、150度なんですけれども、まあ全く相入れないはずなんだけれども、やっぱちょっと似たところがね
ある。でさっきも言った水瓶座も孤独とか孤立を好むわけではなく、やっぱり人との共有が大事な星座さんなので、その人との関係っていうのは大事なんですよ。でそれって蟹座もそうですよね。でもどこが違うかっていうと、蟹座はやっぱ枠があります。本当に自分の大切な人たちとか、身内とか身近な人たちとか、心が共有できるとか自分の心が安心できる人たちっていうのがやっぱ蟹座の仲間の価値観なんですけれども、水瓶座っていうのは別にそうじゃないんですよ。別に 共有できてなくて、共感できてなくてもいいし、別に一緒じゃなくていいし、その身近な仲間じゃなくてもいいんですよ。だけれど同じ価値観を持ってて共有ができること、共感ではなく共有ができることが大事なのが水瓶座なので、人との関わりが大事っていうのは変わらないんだけれども、そこがちょっと違うよねっていう。だから蟹座がこう囲ってたら、水瓶座からしたら、そんな囲って狭いところにいないで、もっと世界は広いんだし、いろんな人がいるんだから、いろんな人と触れなよみたいな変なのみたいな感じになるっていうのが、この150度ですね、蟹座と水瓶座ので。乙女座と水瓶座もやっぱりなんかちょっと似てるんですよ。ルーラーは天王星ですね。で副ルーラーが土星になります。水瓶座って、まあ、数世紀にわたってサインの実際の解釈みたいなのがどんどん大きく変わってきて、まあ、それはそうですよね。ルーラーが土星から天王星ってどんだけやねんみたいな全然違うやんけみたいな、サソリ座やったら火星と冥王星やだ、なんとなくね似てる感じだし、魚座は木星から海王星って、これも広がる、お互い広がるから似てるのに、土星から天王星って意味不明じゃないみたいな感じ。私も一番最初水瓶座を勉強した時に、このもうそこが理解できなくって、なんで元々は土星で土星っぽい要素があるって言われて、なんで急に天王星になったみたい なん全然違うじゃんこの2つみたいな、どういうことなんだろうってこういう風に思ってってたんですけれども、まあ、そういう話をちょっとここからしていこうかなって思います。で、ルーラーの天王星っていうのは、V はですね、ふくらはぎ、リンパ、血液ですね。で、ボディアストロロジーに書いてあったのは、循環器に関係することすべてって書いてました。循環器に関係すること。はい、ルルラブア先生学から1巡2巡3巡のね、水瓶座のお話ししていきます。第1巡0度から9度はですね、天王星と天王星がね、天王星の、ルーラーの天王星の上に天王星が乗っかるという、そういうね、性質が出てくるので、鋭敏な感覚があったりとか、鮮烈な情緒がね、持ったりとか、なんか磁力的魅力って言って、なんかこの人に引きつけられるみたいな、そういう魅力があるのが、この第1巡の水瓶座さんですね。で、物事を改善したいっていう願望が強い。やっぱ天王星と天王星どっちもね、天王星だから改革精神が第一巡の人が一番強いんですけれども、物事改善したいなっていう力が強いので、第一巡のそのま天体っていうのは科学とか工学とか文学に適性がある。だから水星とか火星とかが水瓶座のこの0度から9度とかにあると、そういう仕事が向いてるかもしれないってことです。であとは完璧を求めたりとか、まあ、するんですけれども、さっき言ったその孤立感とか疎外感とか孤独感みたいに悩まされやすいのがこの第一巡の方ですね。月がここにあるとよりなんかもしかしたら思うかもしれないですね。次、第二巡です。第二巡はルーラーの天王星と双子座のルーラーである水星が乗ったという、そういう性質ですね。頭脳明晰で学問好きな人が多いです。まあ今の言葉で言うと I know、 私は知るです。まあ分かるとか理解してるとか、そういう意味ですね。まあ伊手座さんはさっき言ったこう動き回る自由、下半身馬なんでね、動き回る自由が大事。水瓶座は知的な自由が大事、まあ知るっていうことがね大事だし、理解するっていうことが大事ってことですね。独立心はすごく強いんですけれども、さっきもずっと言ってたこの社交的なんですよ。やっぱ孤立とかあんまり得意じゃなくって、みんなと仲間と一緒になんかやるっていう方が得意なので、まあ寂しがり屋さんが多いかな、水瓶座さんは。意外にあんまり言わないけどね、本人は あんまり本人は寂しがり屋だよって言わないけど、実は寂しがり屋の人が多い。人と一緒にいるっていう人が多いんじゃないかな、一人でいるっていうよりはね。だけれども水瓶座の中の天体はですね、自分のペースを大事にしたりとか、冷静で超然とした傾向があります。超然っていうのは物事にこだわらないってことですね。で水瓶座のハウスですね、ちょっと書いてないのでメモしていただきたいんですけども、水瓶座のハウスはですね、
かなり独特な視点からアセンダント水瓶座行きたいと思います。アセンダント水瓶座の方はね、中性的で、まあ、美男美女みたいな方が多いとよく言われています。目はねスッとした感じの目の人が多いです。ちょっと一番最初の印象はね、なんか一瞬怖い、なんかあの今までアセンダント水瓶座の人鑑定してきた中ではちょっと怖い感じがする、なんか冷たい感じがするのかな。だけどね、あの喋ってると全然そうじゃないんだけど、なんか平常を保つっていうか、なんか冷静であるみたいなのをすごく大事にしてる方が多いので、最初なんかとっつきにくいなみたいな感覚があるのかもしれないけれども、すごく合理主義ですね。で、あの誰とでも仲良くなるのが上手なんですよ、アセンダント水瓶座の人って。分け隔てがないのですごく平等性が高くって、結構フレンドリーというか仲間というか、あの知り合いとかが多くなるかなと思いますね。で、次 MC が水瓶座の人はですね、人々が考えてることを、太陽水瓶座はデトリメントになりますね。組織や社会改革をする力を持つ、まあ、これが目的になります。その中の組織、自分の入ってる組織やグループとか、全体で言うと社会とかですね、それを改革していくぞっていうのが太陽の目的ですので、それを忘れずに太陽水瓶座の人っていうのは、他の天体を使ってやっていく、 MC に向かっていくという感じですね。で、あとはグループやコミュニティの中で自分を確立すること、これもめっちゃ大事なテーマになります。あと自分は自分っていうのが目標ですね。そこを忘れがちになるので、特に太陽水瓶の人はね、あの太陽って目標とか目的なので、もともとそうではないってことだから、自分が自分っていうのを忘れちゃうと、もともと太陽デトリメントでちょっと弱いんで、そこがね結局何のために私やってたんだろうってなるから、特に太陽水瓶の人はそこは意識しておいてください。はい、次月水瓶です。月水瓶の人はですね、みんなで考え